はい、今回新型クラウンエステートに関する追加情報が何点か入ってきて、まあ、スペック装備関連で価格発売時期の方ですね、紹介していって、発売日の方ですね判明して、まあ一時はですね、もうちょっと早く3月号に発売予定だったのが、車両開発の最終仕上げに品質最優先で市場投入を先延ばしということで、まあ、今年1月末にあったトヨタ自動織機のですね、不正問題とは無関係、6月頭にあったですね、型式市場認証不正とも無関係ということで、3月中旬号に発売予定だったのは6月下旬に伸びて3位ですね、来月に発売日が延期して、でようやく発売日ですね、確定して、で、クラウンエステートの時系列を簡単に、1999年12月に初代が登場して25年前ですね。その時は11代目クラウンをベースに最高級ステーションワゴンとして登場して、約7年半ですね販売して、2007年6月で生産終了して、で今回17年ぶりにですね新型クラウンエステートとして2代目が登場して、でちなみに去年のクラウンシリーズですね、累計販売台数ランキング、クロスオーバーで、あとはスポーツセダンですね、20位で、で販売台数が 43,029 台、スポーツもセダンも確か秋ぐらいに発売だったんで、ほとんどクロスオーバーですね販売台数で。でクラウンエステートに関する最新情報として、プラットフォーム TNGA の最新型の GAK プラットフォームを採用して、この車格はほとんど GAK プラットフォームが多いですよね。で、ボディカラーの方はもう先行情報の時からですね、公開されていて、モートンが5色、バイトンカラーが5色の計10色ですね、ラインナップしていて、で、デザインの方がクロスオーバーとステーションワゴンが融合したデザインを採用し、スポーティーで実用性に長けた印象をプラス、リアデザインは最近流行りの一文字テールランプが装備し、スタイリッシュで上質な印象で、インテリアはソースタッチ素材を採用した豪華なインテリア、先進装備や新機能類を取り入れた3色のインテリアカラーを採用して、このインテリアカラーもですね先行情報の段階からも判明していて、ラゲッジ空間もですね広くて、2列目シートを前に折りたたむことによって最大約1.98 メーターですね、まあ、約2メーターのフラットなカーゴエリアを確保していて、で装備類の方が 12.3 インチインストルメントクラスター 12.3 インチ大型ディスプレイのインフォテインメントタッチスクリーン、音声認識機能付きですね、ナノ EX 電動パーキング、オートブレーキ、イルミテッドエントリー、置くだけ充電、トヨタプレミアムサウンドシステム、10スピーカーが標準装備、カラーヘッドアップディスプレイ、快適温熱シート、シートベンチレーション、パワーシート、ステアリングヒーター、パワーバックドアもですね、採用していて、で、パノラマルーフ、HDMI 入力端子、間列仕様、スペアタイヤ、プラスサポーターターですね、メイクオプション設定で、で、ハビットにアクセサリーコンセントが標準装備、AC100V 1500W 電源、非常時給電付きですね、もうパワーユニットの方も判明していて、でまずスペックからで、上が新型クラウンエステートで、下が同じパワーユニットのスポーツですね。クラウンエステートの全長4m93cm、全幅1m88cm の全高1m62cm、クラウンスポーツが全長4m72なので21cm長くて、シャワー1m89なので 1cm 空け、エステートの方が狭くて、でスポーツ全高 1m56.5 なんで 5.5 センチですね。エステートが高くて、高設空間とかラケッチ空間もエステートが広いんでしょうね。で、ホイールベースが 2m85 センチ、タイヤサイズが 235/45R20インチの最小回転半径 5.4 メーターですね。そこまで大回りってわけでもなくて、でパワートレイン一つ目は他のクラウンシリーズ、新型クラウンシリーズにも採用している直用 2.5 リッターですね。売れ筋のグレードで、
ハビット車、エンジン186馬力、221Nm、22.5kg、フロントモーター 119.6 馬力、202Nm、20.6kg、リアモーター 54.4 馬力、121Nm、12.3kg、システム最大で243馬力ですね。バイポーラー型日系水素バッテリーを採用して、だからアクアとかと一緒ですよね。で、2つ目は直四 2.5 リッターのプラグインハビットで、でエンジンスペック186馬力、221Nm、 22.5kg、 フロントモーター 182馬力、 272Nm、 27.5kg、 リアモーター 54馬力、 121Nm、 12.3kg。 で、最新燃費、ハビットが 21.8kg/L で、 PHEV が 20.4kg/L ですね。まあ、駆動が4駆、まあ、ハビットなんでいい方なんですけどね。そういうこと考えたら十分な燃費性能で、トランスミッションは電気式無段変速機、乗車定員はマッサンレシートでもおかしくない全長なんですけどね。2エシート5名乗車で、で安全装備は次世代型のトヨタセーフティセンス 3.0 が標準装備、プロアクティブダイビングアシスト、交差点を蛇行車探知、衝突回避型のプリカッションセーフティ、レートエーシング、電池パッチアラート、レンチェンジ、ロードサイン、アダプティブハイビーム、で、全車速のクルコン、先行車発進、発進遅れ、告知機能、デジタルインナーミラー、ドライバー異常時対応システム、ブラインドスポットモニター、リアクロストラフィックオートブレーキ、パナミックビーモニター、安心降車アシスト付きブラインドスポット警告、アドバンストドライブ、アドバンストパークですね。いくつかはメイクオプションの設定の可能性が高いんですけどね。もうほとんどが標準装備で。で、車両価格、まず同じシリーズのクラウンクロスオーバーが435万から640万円。一番安いクラウンシリーズ、新型クラウンシリーズだとクロスオーバーですよね。で、スポーツが中間、590万から765万円。まあ、これが参考になる車種で、まあ、パワーイーと考えてますね。似たような価格、まあ、ボディサイズがでかい分スポーツですね、若干高めの設定で、でセダンが一番高くですね、730万から燃料電池830万円。海外仕様の方ですね、もう価格の方は判明していてですね、エステート日本仕様620万から790万ぐらいで、海外仕様は685万から755万ですね。カーセート現時点ですね、予変換算にして、まあ海外仕様と加えたらですね、安くなる価格設定じゃないかという現時点の予想価格なんですけどね。6月中旬時点でもまだエステートの価格までは判明してないですけどね。発売日の方はもう判明していて、トヨタ新型クラウンエステート2024年7月24日に発売へ、まあ、あと1ヶ月弱ぐらいですよね。6月下旬に発売っていたのが1ヶ月近く延期したみたいで、はい、今回トヨタ新型クライアンステートに関する追加情報として、長さのデザインとスペックで、装備関連と価格と発売日について紹介しました。